滋賀は昔から自然と人がちょうどいいバランスを取りながら、焦ることなく歩みを揃えて、ゆっくり丁寧に暮らしてきた。そんな滋賀の時間の流れ、暮らしのリズムが今私たちに心地いい。おはようございます。今日はよろしくお願いします。はこの地元だという感じです。どれぐらいの時間燃やし続けるのか。24時間で、はい、もう5日
5日間、はい、自然に触れる、暮らしに触れる、人に出会う。滋賀のリズムを感じる旅は、心のリズムを整える旅になる。滋賀琵琶湖ニューツーリズム、滋賀リズム。